はい、皆さんこんにちは。どうも、ずんだです。今日ね、今回もですね、前回に引き続き、クビッキーさんの動画をですね、解説していきたいなと思います。今回の動画はですね、クビッキーさんの A 体の、ガチ歩行になりますね。 A プラスか A プラスの解説になります。でまずですね、ガチ歩行なんですけども、やっぱガチ歩行で勝つための方法はですね、まあ何個かありまして、まあ、特に必要なことだけをねまとめて、見ました。でこれ、まあ、字幕つけるんで見ていただきたいんですけども、一応上から順に言っていくとですね、まずその腕前 S 体までのガチホコの難しいところが一体何なのかっていうのを知っておくべきところがあって、何かというと、自分で持つべきなのか味方に持たせるのかを考える必要があるということですね。で腕前が低いほどですね、矛を適切なタイミングで、持つことができません。で前へ進めていかないで矛手ばかり打って時間オーバーになって爆発したりとか、あるいはそこまでに敵が近寄ってきて死んでしまうということがあってですね、あのカウントがなかなか進みづらいんですよね。まあなので自分が持った方が実はカウントが進むってことが多くて、というのもですね、ガチ矛意外に腕前低い時はですね、敵があまり止めてこないことが多いんですね。なのでこう割ってもう即持って前に行くと、案外カウントリードとかが取れてしまって、そのまま勝てるっていうパターンが多いです。まあ、なので自分で持つというのもまあ一つの腕前低いうちのやり方ではある。で一方でですね、まあガチホコやはりキルを取らなければカウントを進めるっていうのはやっぱり難しいっちゃ難しいんですね。やっぱ敵が4人います。で味方ホコ持ってる自分1人しかいませんっていう状態で、じゃあガチホコ進むかっていうと、まあかなりちょっとそれはないかなと。でそこで問題になってくるのは、自分が持った場合味方は果たして敵を倒してくれるだろうかという疑義が必ず出てくるんですよね。でこの場合をですね、まあ見分けてほしいんですよ、ガチホコに潜った場合っていうのは。でまず編成を見ますと。で自分と敵のチームどっちが切る武器多いだろうか、短射程と長射程どちらがいる。で長射程がいる方が有利なんですよね。場合によってはあのこっちは長射程全然いない、短射程だけだってなったらですね、まあその試合に関して言うと、あの基本捨て試合だと思った方がいいです。このゲームですね、10回のうち 2,3 回ぐらいは捨て試合がありまして、もうどう考えても勝てないだろうこの編成だとか、どう考えても敵と味方の力の差が激しすぎるっていう場合があってですね、その場合はですね、もう捨てちゃっていいんですね、勝てないので。で僕らが問題にすべきのは何かっていうと、まあ自分がちょっと頑張れば勝てるなっていう試合に関してのみ真面目に考えて受け止めるべきなんですね。開始してから1分ほどで味方がキルを取れてるのか確認するんですよ。でもし味方が全然キル取れない場合は、もう自分がですね、キルを取りに行くしかないって決めるんです。でそしたらここは自分は一切持たないと考えてください。でもちろん持って進めることができるタイミングであれば持ってもいいんですけども、しかし概ねは持たないようにするっていうふうにまず考えます。で、キルを取って前線を上げられるかに集中しましょう。ですから開始1分間がめちゃくちゃ大事です。開始1分してから敵のことをキル取れる奴らなのか、それともキルを取れない奴らなんだって分かったら、自分がキルを取りに行かなきゃいけないな、だから自分は矛を持てないなっていうふうに戦略を変えてください。逆に言うと味方がめちゃくちゃ強い場合は、もう自分が矛持ってれば OK です。勝てます。で、実は矛でですね、やってはならないことっていうのがあって、何かっていうとですね、まあ結構何個かあるんで今読み上げていきますが、まずオールダウンすることです。これがですね、一番矛ってまずくて、もうまずオールダウンしたら矛はあのカウントリードされることはほぼ間違いないと思ってください。オールダウンした状態でカウントリードしないされない場合というのはですね、まあ敵が、明らかにイカランプっていうのを全く見てないから矛を持たないってだけなので、まあ、これは結構 C 対 B 対 A 対ぐらいまであると思うんですけども、あのやっぱりオールダウンするとほぼ、ま、負けます。このルールは他のルールと違って、オールダウンが一番あのやばいっていうルールのガチホコなので、オールダウンは絶対しないようにしましょう。つまり自分がまず死なないようにしようねってことです。でもう一個はですね、矛を見ないで敵のことばかり見てしまう。これよくあると思うんですよ。敵と対面したりすると。まあその対面してる敵をどうやって倒そうとか考えちゃう。で、その間に敵が矛を持ってしまい、矛をガンガン進められてしまってカウントリードされるってことがあるので、あくまでも、まあ、敵を即やれるような状態でないんであれば、やっぱり意識配分は矛の方に向けましょう。やっぱ矛が
のカウントが進められてしまうことが一番問題なので、いくら敵と対面してるからって矛を持たれて進められてしまうことの方がよっぽど問題なんですね。だからその場合もその目の前にいる敵のことをまあうまく無視して矛を止めに行きましょう。矛を進めるときに敵が生きてるのにもかかわらず前へ突っ込んでしまう、これも正直意味ないですね。やっぱ敵が4人いたらまず矛進まないです、普通。まあ、なのでその場合は矛が割れている状態であってあったとしても、まあ、持たないようにしましょう。よくあるのがですね、すぐに矛持っちゃう人、割ったら即持つみたいな人いるんですけど、割って即持ったら敵から集中砲火食らって即殺されるだけなので良くないです。そうなると人数不利を作ってしまうから、まず矛を持つ前に敵が近くにいないかどうかっていうのをちゃんとボムとかを吐いてクリアリングして、で確認し終わってから矛持つようにしましょう。矛割った即持ったって、それはもう敵のことを攻めてる時はいいんですよ。もうめちゃくちゃもうガチ矛のゴールの近くでそういうことになってるんだって場合だったらわかるんですけど、もうそうじゃない場合はちゃんと敵がいるかいないかを確認してから矛持つようにしましょう。でもう一個はですね、慎重に進めようとするあまり矛所を延々と打ち続けてしまい、カウントを取れないで死んでしまうってパターンですね。これも結構よくあります。やっぱね、慎重ならもちろんすごくいいんですよ。ただなんか矛ってね、やっぱタイミングゲーみたいなとこあって、なんか行ける時にガッと突っ込むと普通にこうカウント取れちゃうってことがたびたびあるルールなんですね。このタイミングを身につけるっていうのがね、結構ガチ矛で腕も上げていくために必要なところで、このタイミングがどうやって掴めるかどうかっていうのが矛の秘訣なんですよね。で僕個人としては S プラス対までだったら矛所を延々と打ち続ける意味はほとんどないと思ってます。もう逆に言うと矛所持ってどうにかするというよりも、矛持ったらもう進められるとこまで進めっていうのが S プラス対までのガチ矛だと思っていて、やっぱりね、矛所でキルを取るとかそういうことはもう考えなくていいと。だから別にその矛を持つとか時は逆に言うと、もう敵がある程度死んでいて矛を前に進められるような、そういう時が矛を持つなってことです。つまり矛所をうまく利用していって矛を進めようってことを考えない方が S プラス隊まではマジで勝ちやすい。次が構成時防衛時にスペシャルを貯めないってことですね。これエリアの時も言ったんですけど、やっぱりね、矛を止めるときも矛を進めるときもスペシャルを使うことが秘訣なんですよ。だからクビッキーさんだったらザップなわけだから、黒ザップなわけだから、あ、じゃあ進めるぞ、矛を味方が持ったな、じゃあ自分アーマー履こう、あ、敵が矛持ったな、守んなきゃ、止めなきゃ、じゃあ自分アーマー履こうって、そういう風にしてほしいんですよ。ちなみに言いますが、今回の動画、見てて思ったのはクビッキーさんはガチ矛を味方が持った時に、アーマー履けてません。まあ、なんでガチ矛が進まないっていうのはある。あと個人的に言うと、ちょっとクビッキーさんが矛持ちすぎだなと思いました。で、なんでかっていうと、結局ね、クロザップなんだよね、武器がっていう。で、クロザップって、そのスペシャルのアーマーに価値がめちゃくちゃあるんですよ。ってことは、クビッキーさんが矛を持ってしまうってことは、クビッキーさんアーマー履けなくなるってことを意味してるんですよね。ということは結局のところ、アーマーっていうスペシャルが全く生きない状態で、ガチ矛攻めなきゃいけないってことになるんですよ。となるとですね、やっぱりどうしても武器的に、やはりそこまで矛を持たない方がいい武器なんだってことがここでわかるんですよね。ちょっと、全体の試合見て思ったのは、ガチ矛持ちすぎだと思います。で、ガチ矛持つんだったら、アーマー履いてから持ちましょう。アーマー履いてから持たないとアーマーが死んでしまうので、もったいないです。クロザップが今度ガチ矛で意識すべきことについて語りますね。で、一つ目がですね、クロザップは、死んじゃダメです。で、なんでかというと、さっきも言ったようにアーマーを履く必要があるからです。アーマーを履いて敵 を攻めて、アーマーを履いて味方を守るってことをしなきゃいけないので、クロザップってのは基本的に死んじゃダメだし、基本的にスペシャルを貯めまくる武器です。で、クロザップっていう武器はですね、基本的に言うとやっぱりちょっとキル力低いんですよ。まあ、四角のせいですよね。四角のせいだし、案外、まあ、射程が短い。もちろん一足乗ってるんで、射程が思いのほか長く感じるっていうのはあるんですけど、まあ、それでもやっぱり、射程もそこまで長くはないし、まあ、そこまでキル力はないんですよ。
まあ、なのでどうしても味方と挟んだり、まあ、アーマーを使ったり、まあ、あるいはもう潜伏して矛を止めたりとかキルを取ったりってしないといけない武器なんですね。でクビッキーさんはこれがやっぱりできてないです。その敵をあの敵のことをキルしに行くってことがかなりできてないです。見てる限りだとその敵が来たで待ち構えてました、だからキルを取るって、これはすごく強いんでいいんですよ。でも矛を進めようと思ったら矛の近くにいる敵をやっぱなぎ倒していかないと矛って絶対進まないんですよね。ですからクビッキーさんがやっぱやるべきなのってのは何かというと矛の道を作るために敵をキルするっていうこの能力が、てかこのチャレンジが全く足りてない。でそれゆえにカウントが進まないってことになってますね。でもこの試合なんか本当にそれがこう如実に現れてる試合なので、その辺のね、つまり自分がキル取ってないから矛のカウント全然進まないんだなっていうのをちょっと見てもらいたいなと思います。では試合を見ていきましょう。はい、ということでね、ガチ矛バトル、推定1560富士坪スポーツクラブで、最初にまず編成を確認すると、マニュコラ、赤ザップ、必戦、黒ザップですね。で、ローラー、赤ザップ、これスパッタリーか、カクワットは。あと、ゴーニガロベッチュ。スパッタリーだな、あれ。さあ、これまず最初真ん中から行って割りに行くと。まあ、割りもね、敵そんなにすごい強いとかいう人いないんで、まあ、これ割っていったのは OK。で、そこからボムをちゃんと置いて、牽制していくと。で、右から近づいてましたね。これは、ナイス。ナイスだけども、まあ、強いて言うんだったら、ここを、まあ、ここ壊した後に、壊して、で、ボム、敵に気づいてボム投げるじゃないですか。これはいいんだけども、ここの潜伏がちょっと微妙かなっていう。まあこの相手がここにいるってことはクビッキーさん分かってたからボム投げてたと思うんですけど、そしたらちょっとこの辺見といてあげないと味方はここにいるし、で敵もまあこの辺とかまあこっから来るってことはまあ分かってるわけだから、クビッキーさん左の方ばっか見てたんだけど、右の方を見なければ敵が近づいてくるわけですよね。だから、右側の方をむしろ味方と一緒に見た方が良かったんじゃないかなと思います。てのも左の方ってもう二人味方見てるからなんですよ。で、右側の方って味方一人しか見てないじゃないですか。で、そうすると、あの、二人で見てる味方の方は、まあ、人数が相手と大体五分五分だったりとか、あとまあ二人いるとまあ結局どうにかなりやすいんですけど、味方一人の場合って敵と一騎打ち始まっちゃうんで、リスク高くなっちゃうんですよね。だから、クビッキーさんが見るべきだったのは左の味方二人いる方じゃなくて、あの味方が一人だけになっちゃってる右の方を見た方が良かったですね。まあ、特にボム投げてもう気づいてるわけだから、こっち側を注目した方が良かったと思いますね。はい。さあ、これ矛奪われたので止めに行きたい。うん、ここ止めんな、OK ですね。もうアーマー履いて矛割っていく、これも悪くない。9番ボム投げたのもいい。じゃここで矛を奪っていく、まあ当然敵に攻められそうなんで、まあ、矛を移動させるっていう考えですね。これも悪くないと思います。まあ敵にやられちゃったけどね。まあまあいいかなと。さあこれ味方3人落ちてる。さあこの状態で矛が近づいてくるんで、これを首切りで止めに行くっていう、まあこれもいいですね。もうちょっと早く止めたくもあったけど、まああのぐらいだろうなって感じします。これちゃんと止めていったらいい。まあ44なんでまだ全然逆転あるんで、ここは特に問題ないかなと。この辺もね、まあしょうがない。特に問題ないと思う、この辺りは正直。ただ今のとこなんですけど、やっぱ敵が、まあ、着地入ってきたじゃないですか。これはね、やっぱりね、着地狩りできるようにした方がいいなとは思いますね。着地狩りって、やっぱり、
かれないと結構強いスペシャルなんですよ、着地って。まあ普通に考えたらわかるけど、もうそこの真下にいるやつとか確実に死にますからね、着地で。でも逆に言うと、枯れちゃうと、もうすごくこう人数有利作れるんで、その後が、戦いやすくなるんですよね。だから着地狩りはね、本当にね、枯れるようにした方がいいので、やっぱこういう場合もこう着地枯れないんで逃げちゃってるんですけど、やっぱ枯れるようにしていきましょう。やっぱシューター使いはね、着地枯れないと、やっぱりかなり辛くなると思いますね、これからの戦いが。まあ9番ボムで牽制し、これもいいですね。でもアーマー吐くタイミングはこれヒッセンと被っちゃったけど、まあこれはしょうがないかなと。多分ヒッセンの人もやっぱ敵に矛を取られた瞬間にアーマー吐こうって考えてて、クビッキーさんもおそらくそう考えてたんですよね。で、だから一緒になって吐いちゃったっていう。まあこれはしょうがないですね、正直。まあこういうのはやっぱりどうしても、ガチマッチってあるから、意思疎通が図れないからね。この辺はやっぱちょっとしょうがないかなと思います。さあ、全然、逆転できるけども、そうね。ただなんか矛が進まないよね、さっきから。まあで、クイッキーさん、まあ、ここに降りていって、で、ここになんか味方のザップかなんかいて、ここにある矛をまあ割ってたわけなんですよね。で、クイッキーさんもなぜかそれに協力して割ってたんですけど、ここで見るときに大事なのって、この辺り一帯がもう、相手のインクで完全にびっちり塗られてるってことなんですよ。だから、クイッキーさんはここで矛割りましたって言っても、じゃあその矛持ってそのお前どこ行くのっていう状態にあるんですよ。だってこの辺全部塗られてたじゃないですか。ただこれなんで塗られてたじゃないですかって僕言えない、そんな風にしか言えないかというと、クビッキーさんマップ全然開いてないのね。でマップ開いてないから敵のインクがどこまで広がってるのかってことに多分気づいてなかったんだろうなって。で気づいてなかったから、おそらくその敵がものすごくこうどこまでも自分たちのことを追い詰められるような、そんな状態になってるってことに気づいてないんですよ。例えばここでじゃあガチホコうまく割れました。で、まあこの2番の人がなんか持って、じゃあこうまっすぐ行こうと。まあ多分こんな感じで考えてるわけでしょ。って言っても、でも見てほしいのがここ全部塗られちゃってるんですよ。全部塗られてる状態でガチホコを、まあじゃあ赤にするか。ガチホコこうやって、持っていけますかって言ったら、まあ、絶対無理ですよね。だってここに青インクあるんだから。まあ、そしたら大体普通に考えると、この辺とか、まあ、この辺とか、まあ、この辺とか、この辺とかに、まあ、敵が隠れてるに決まってんですよ。まあ、それはそうです。だってこの辺全部塗られてんだから。だから、クビッキーさんここでガチホコ割るの手伝ってたんですけど、そんなことするんじゃなくて、この辺塗ったりとか、この辺に対してボム投げたりとかして、どんどんその、盤面を自分色に染めていくってことが必要なんですよ。言っちゃう。これを青色を赤色に変えていくっていうことが、ここで求められていたことなんですよね。ここでというか全体的にそうだった。なんで敵の攻撃ばっかりが通って、クビッキーさんたちがガチホコ何も持っていけないかっていうと、もうそもそも塗られきっちゃってるから、相手潜伏してて一瞬でキルされちゃうから、だから行動できなくなってたのでガチホコが全く進まなかったって側面があるので、やっぱりエリアの時も言ったんですけど、そのクリアリングをもっとしっかりした方が良くて、このゲームは相手のインクが塗られてるところは相手がいる可能性があるんだって思ってた方がいいんですよ。そして相手のインクが塗られてる箇所が多ければ多いほど、相手はこっちに自由に攻撃できるようになっていくっていうふうに思うべきで、だからマップ見るのって大事なんですよね。マップを見ないと、そもそも相手のインクがどこまで自分たちの自陣のところまで来てるのかっていうのが把握しづらいからなんですよ。マップ見ちゃえばもう一発でわかるわけですから。あ、ここまでインク来てるなってことは、例えばもしこの辺にさ、青色のインクあったとしたら、もうここにいる可能性あるんですかね。言っちゃえば。っていう、そういうゲームなんですよ。要するにこのインクの
塗りが全面に渡ってれば渡ってるほど、この青色のチームっていうのは自由にこの青色のインクが塗られてる、その両野っていうべきかな、両野の部分を自由に行き来できるってことを意味してるんですよ。でもクビッキーさんとかなんかの特徴っていうのは、まあボム投げないから、まず相手のこと索敵できないし、あの塗りを自分の赤色に取り戻すことができてないんですよ。まあ緑色だったけどね、自分の色に取り戻すことができてないんですよね。だからこれエリアの時も言ったんですけど、やっぱちゃんとクリアリングして、ちゃんとアーマー貯めてって、ちゃんとキルを取りに行くっていう、そのなんていうかな、普通のことなんですけど、その普通のことが全然できてないで、まだ自分のそのなんかメインのエイム力みたいなものをやっぱり過信してるところがあって、なんか自分のメイン一つでこう道を切り開けるって多分ちょっと思ってるところがあるんですよ。なんか変な成功体験がおそらくついちゃってて、でも残念なんですけど、このゲームそういうのだけじゃやっぱり勝つのきついんですよね。だってやっぱ塗りがなければもう動けないわけだから、動ける範囲狭まっちゃうわけだから、せっかくクビッキーさんのメインのキル力があっても、やっぱそれはうまく活用できないんですよ。しかもさっきも言ったように、クローズアップっていうのはそのバンバン切り取って、あの活路を開いていくとかいうことができない武器なんですよ。クビッキーさんの動きだと、正直ゴーニーガロンベッチュみたいな武器だったらそれが可能なんですけど、クローズアップはね、そういう動きはちょっとできないんですよね、やっぱり。なんで常に考えるべきことはクリアリングして、そしてアーマーを貯める。もう何かするときはもう必ずアーマー貯めるって思い出すべきなんですよね。あ、俺、これ攻撃パターンだ。攻撃のチャンスが来た。はい、アーマー貯めよう。あ、これ守りのパターンだ。はい、アーマー貯めよう。なんですよ。クローズアップってもうすぐに頭に出てくるのが。まあ、はい、アーマー。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 なんですよね。でも、クビッキーさん、それがないんで、なんかその弱いクローズアップのメインに、頼ってしまって何かしようとしてるので、結局何もできないで終わってるっていう、まあそういうとこですね。結構キルもね取れてるんですよ。クビッキーさんもまあそこそこ取ってるし、味方もね敵のキル取ってくれてんだけど、ただなんでか矛が進まない。ここでアーマー吐くのも正しいと思いますね。ちょっと一人死んでたけど、まだ結構攻められてるとこなんで、むしろここで吐かないと総崩れになっちゃう可能性があったから、この味方がうまく止めてくれたと。さあ、ここが。止めますね。で、オール入ってるんで、矛持って進めたい。まあ、矛持つのもね、まあ、全然いいと思います、やっぱり。ここの進め方だよね。これ右から行くのもいいと思う。実際。ただ、どうしてもガチポコは進んでないんだよな。こういうとこかな。ここはね、まあやっぱりちょっとあれかなと思ったのは、左に帰るじゃないですか。で、ガチホコ奪われていくんだけども、敵が右側行っちゃったんだよね。ここは左側だけ見てたのがあんま良くなかったかな。
ここですね。ここはね、間違いなく良くない動きですね。ここね、そもそも味方3人落ちてるんですよ。で、ここで矛割るっていうのはものすごくリスキーな動きで、なんでかっていうと、まあそもそも敵がどこにいるかわかんない。もしかしたら首っきりさんの近くにいるのかもしれないし、この矛のところにいるのかもしれないってわかんない状態で、首っきりさんが一人だけガチ矛割ってたら、敵に殺してくださいって言ってるもんなんですよね。なので、ここで一人でガチ矛割るっていうのは明らかに危ない行為で、どっかに潜伏すべきだった。ここ割ってたのは良くない。ここはね、もう割っちゃダメですよ。割れないから、そもそも。で、割って、仮にクビッキーさんが矛を持ったとしても、進まないんですよ。だって味方前にいないから。なんで、ここはもう割るべきじゃなくて、遮蔽物とかなんか隠れるべきでしたね。これ味方と飛んできてますけど、おそらく遮蔽物にすぐ隠れてれば、遮蔽物の隠れてるところに味方飛んできたんで、この味方、ともども死ななくて済んだってとこですね、これは。ここはちょっともったいないな。はい、ここまでね、クビッキーさんのガチホコの動画を、解説してまいりましたが、まあ、やはりなぜカウントが進まなかったのかということを考えるとですね、キルがまず足りてないと。で、そのガチホコを進めるために、やっぱり敵を自分から積極的にキルを取っていくってことがやっぱり一切できてないんですよね、今回。その敵が近づいてきました。はい、敵をキルしました。で、終わっちゃってる。で、クビッキーさん自体は前に行って敵のことをキル取るわけでもない。なので、前線がいつまで経っても上がらなくて、終始敵に攻められっぱなしになってしまったっていうことなんですね。で、その敵のことをキルしに行くときというのに限らずなんですが、クローズアップというのは、やはり最初の方でも説明したように、相対的に他の武器が弱くなったおかげで注目されるようになった武器なんですね。まあ、ということはですね、もともと元来、大して注目されるような武器じゃなかったってことなんですよ。まあ、わかりますよね。射程も別にすごく長いわけでもないし、まあ、火力もめちゃくちゃあるわけじゃないじゃないですか。まあ、四角武器だしね。四角ってあんまり強くないじゃん。なんか敵の頃逃がすことも多いと思うし。まあ、なんで、この武器ね、実はそんなに、単体として考えると、あんまり大したことない武器なんですよ。ただ、この武器を大したことにしてくれてるっていうのは、やっぱりアーマーなんですよね。ですから、そのクローズアップで敵のことをキルしに行くぞとか、クローズアップで守るぞとかってなったら、もうアーマーを履くからこそ、それができるっていう風に考えた方がいいんですよね。アーマーを履かないんであれば、クローズアップはむしろ何もできねえっていう風に考えてた方がいいですよ。本当この武器っていうのは。この武器ってそういう武器なんですよ。アーマー履くから強いんですよ。アーマー履いてみんなと一緒になんかやったりとかするから強いんだって、アーマー履かなかったらもうね、大したことない武器なんですよね、実は。まあ、なんで、クビッキーさんはかなりちょっとそのアーマーを軽視してるところもあるんですよ。まあこれ腕前低い時ってやっぱりアーマーのありがたみわかんないんで、まあしょうがないんですけど、やっぱりね、アーマーが強いだけなんですよ、この武器。まあ、なので、とりあえずアーマー、もう何をするにおいても、攻撃するにおいても、守るにおいても、もうとりあえずアーマー貯めてそっから何かしよう。まあ何かするって簡単な話で敵のことをキルすることなんですけど、まあ、そっから敵のことをキルしに行こうっていう風にもう考えて、もうね、クローズアップアーマー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 っていう何回も何回も言って、もうアーマー履かない限りはこの武器には何の価値もねえんだと、もう二足三文でしか売れねえようなそういう武器なんだっていう風に思っていただいてですね、構わないわけです、この武器っていうのは本当に。だって、強人みたいな火力ないしね。まあ、強人みたいな動きしてるんですよね。むしろ、クビッキーさんの動きは。でも、これはクローズアップの動きじゃないので、もしこれからもクローズアップ使っていってガチバチ潜ろうってんだったら、やっぱりやるべきことは何かっていうと、とにかくアーマー貯めようよっていう。何かしようと思ったら、アーマー貯めましょうってことですね。はい。ということでね、もし皆さんも参考になりましたら、よかったら高評価、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。あと、クビッキーさん以外の動画も、欲しいなと思ってるので、ね、まあ、もしね、僕なんかに解説してもらいたいなって思ったら、よかったら連絡ください。ではまたお会いしましょう。ずんだです。
はい、皆さんここまでね、見ていただいてありがとうございました。私、ずんだのね、ゲームチャンネルにおいてではですね、スプラトゥーン2を中心にですね、アマンガスをやったり、桃鉄やったり、やらなかったり、他のゲームやったり、まあ、あるいは本を紹介したり、服を紹介したりね、まあ、いろいろやってますんで、もしよかったらね、高評価&チャンネル登録をよろしくお願いします。かなり厳しめのことも言ったりしていますが、まあ、あくまでね、私の悲観的な、ものの見方でもってね、語られることごとなので、そんなにね、気にしないでいただきたい。ただ僕はちょっと楽観視するようなことはどうしても人生できなくて、どちらかというと悲観的に思ってるぐらいが人生ちょうどいいんだよなと思ってる人間なので、そのあたり受け入れて、ね、くださる方っていうのは、まあ、僕のチャンネルをね、登録していただけると幸いです。ではまたお会いしましょう。ずんだでした。